さっきの DNA ありがとうございました。もう一つ質問させてください。子供を育てる上で子供に対して大事なことと親の立場で大事なことって何ですか？親の立場で大事なことは子供には絶対言っちゃいけないんですけど、親の人生が楽しくなるために子供は存在しています。要は人生って自分のためにあるんですよ。子供の人生が第一だみたいなことを言い出す人いるんですけど、その子供を幸せになるために子供になんか一生懸命勉強を無理やりさせて塾とか行かせて、それは子供のためだとか言うんですけど、それで本当に幸せになるかっていうと結構そうでもない例をよく見るんですよね。なので、恋人だろうと奥さんだろうと、旦那さんだろうとパートナーだろうとあるんですけど、基本的には自分自身が幸せになるために人が来てますと。で、自分が幸せでない人って他人の幸せにするのも難しいのと、あと他人の幸せを望めなくなるんですよね。他の同じ高校の友達とかが就職に失敗した話を聞くと幸せになるとか、あいつこければいいのにとか、例えばじゃあその高校の同級生でなんか芸能人が出たとかになると、なんか失敗すればいいのにとか落ちぶれればいいのにみたいな、足を引っ張ることを期待し始めるんですよ。で、それって周りの人が失敗しても自分が幸せには全くならないんですよ。なので周りに不幸な人を増やせば増やすほど周りの人が頼りにならなくなるんですよ。で、逆に周りが成功する環境にいるとめちゃめちゃ頼れるんですよ。僕割と周りに成功してる人が多いので、すげえ腹減ったんでおごってくださいって言って多分おごってくれる人100人以上はいると思うんですよね。連絡先持ってないけど別に僕がお金持ちになった運の前で大学の友達とかでも腹減ったからちょっと飲み行かねおごってくんないって言ったら多分大学の友達おごってくれると思うんですよ。で、これが成功した西村博之だからとかで関係なく、僕昔からそうなんですよ。高校生の頃も友達にたかってたし、大学生の頃も友達にたかってたし、でそれは周りの人が豊かだからたかれるんですよ。本当にお金なかったからお金使わないという生活をしてたので、周りの人の方が豊かだよねっていうのは、周りの人も僕見て思ってたんですよ。いつも同じ服着てるしみたいな。なので、飯くれとか止めてくれは言うと、大体誰でも許してくれるんですよ。で、それは彼らが豊かだからで、次は飯をおごる金ないとか、止めようにも止められるような部屋なんかないよっていう人、やっぱ止めてもらえないじゃないですか。なので僕、周りに幸せな人が多いので、そこにたかるっていうのができるので、周りの人が幸せになった方が、たかりやすい。なので、たかるためには、周りの人の幸せがあった方がいいし、なので僕、周りの人が成功するためには、ちゃんと、協力しますよ。アドバイスしたりとか、こうした方がいいんじゃないとか、その後たかれるし。